さあ、さあ、ショコレでございます。ただいまちょっとコンビニなんですけど、ちょっと猫がね、車の前にいまして、今 5D マーク4で撮っています。ちょっと学生の子たちも気にしてる感じなんですけど、どうしよう、あの猫動けないんだよな。危ない。バイク。どうしようかな。ちょっと出れないですね。今ちなみに 5D Mark IV ISO 25600 F1.2.8。 あ、ついてくついてく。オスだな。あの猫はオスだ。ただちょっとまだ行けないな、そっちまで。あ、行った行った行った。よしよしよし。はい、というわけで、あの猫の行方も気になるんですけど、今日ね、あいにくの雨なんですよ。で、明日も雨でね、こうやって毎日持ち歩いてますけど、なかなかちゃんと撮れなくてね。やっぱ晴れの日って暑いけど、大事ですね。今ね、目の前に体育館があるんですけど、あの、なんていうの、弓道っていうのかな、あの、弓の棒を、棒じゃない、なんていうの、弓のあの土台を持ってる子たちがいっぱいいます。なんか長いのもあれば短いのも、いろんな種類があるんだね。さて、猫の一件がありまして、ヤマダ電機行ってきましたよ。 HDMI ケーブルを買おうと思ったんですけど、 HDMI ケーブルのミニ端子に変換するアダプターを買いました。950円。いつも僕が GH4 で使っている撮影環境がこの子でできるのであれば、この子を用いることもできるので、で、この子の端子がミニ HD 端子なんですね。だからちょっと買ってみました。雨で真っ暗ですけど、皆さんをお撮りしようかな。はいはいはい。アイビスミニにこの買ったエレコムのアダプターを立てかけて、さあ本当に帰るぞ。家に帰って設定をいじれるところはいじりまくって、早く自分のものにしたいね。 YouTube で使うかどうか分かんないけど、 GH4 あればこと足りてるんでね。お、若干明るくなったね、トンネルだね。では帰って、とりあえず帰って説明書読みながらね。なんかこの変換アダプター買ったけど使えるかどうか分かんないし、とりあえず試行錯誤して楽しみたいと思います。では、ショコレでございました。また明日。